こんにちは。 世界一の健康オタクです今日は健康、収入、人間関係、こういうものに関して不自由さを感じている、閉塞感を感じている、そういう方のために動画を撮ることにしました。コロナや不景気、あるいは病気で悩んでいる方、多いと思います。僕自身、社会に出た時には、すでに超氷河期って言われていました。なかなか就職が決まらない、決まってもすぐに辞めてしまって、派遣や日雇い、バイトを転々としていました。もう本当にお金がなくてですね、実家にいても自分で収入がなかったので、虫歯が痛くて、 歯医者に行けなかったりその辺でずっこげてね足首を捻挫しても接骨院に行けなかったりガソリン代を毎回1,000円だけ入れてたりもう携帯の支払いも困っていましたその後資格を取って28歳で行政書士という法律家の仕事で独立したんですけれども借金350万からスタートしたんですねなかなかお金が稼げない自己投資自己投資して最終的には借金と負債が3500万になっちゃいましたつまり負債の桁が1個増えちゃったんですねもっとお金を稼いで自由になるはずだったのに不景気 ううままくいいかないなそう思ってましたしかも僕は生まれつき胃腸が弱かったので43年間原因不明の慢性的な下痢でずっと悩んでいたんですねエビデンスがなくて病院に行って薬も出ない食事睡眠運動瞑想呼吸法漢方サプリプロテイン生体止圧マッサージ本当に全て試しましたありとあらゆる健康法を試してそれでも良くならなくて最終的には寝たきりで水も飲めなくなったんですね僕はもう20代の頃からずっと閉塞感を感じていましたそそれこそ懐中電灯も持たずに

ななトンネルの中をもももももうう前も後ろも右も左も分からいいずっっと一人ででているような感覚でした特にね、ウィズコロナと言われる時代になって、仕事がない、家から出られない、会いたい人に会えない、やりたいことができない、ますます閉塞感を感じている人が増えているんじゃないかなと思います。そこで今日は、収入、健康、人間関係、これらの問題で自分でこの閉塞感を打ち破って自由になる方法を解説します。僕は脳の使い方を通じて、健康、収入、人間関係、こういう問題を改善する情報を 配信ししてていいますす興味があったらぜひチャンネル登録してください今日の結論です自由イコール自自立でですすとと言われれてももピンなないかもしれないかしよね自由っていうのは自分で責任を取ることだそういうふうに考えている方もいると思います頭では分かっていても僕はピンとこなかったんですねこの責任という言葉にいやだって責任取ってるよと社会人だし大人だし親だし経営者だし全部自分で責任取ってるよと自分のことは自分でやって自分の仕事に自分で責任を持って社会人として責任持ってるよと責任取ってる だだけど自由じゃないんだそういうふうに僕はずっと思っていましたもしかしたらあなたは学校の先生だったり経営者だったりあるいはチームのリーダーだったりするかもしれないですいや責任持ってるよと責任背負ってやってるよとでも何かのせい誰かのせいにしてないですかこの何かのせい誰かのせいにしてるっていうのは依存してますから自立でできてないんですね僕自身今までずっと何かのせい誰かのせいにしてきました親のせい 社会のせい不景気のせい病気のせいあるいは医療のせい言い換えると、それらのものに依存している状態ですから、自立できてないんですね。そうすると、思う通りにいかない、人生をコントロールできない、自由じゃないっていう感覚が出てきて、閉塞感を感じるようになるんですね。僕みたいに、親のせい社会のせい不景気のせい政策のせいあるいは医療のせい病気治らなかったですから、医者のせいにして、じゃあどうしたらいいのか、その閉塞感を打ち破る大事なワークをね、今からお話ししたいと思います。今 何かか何何ののせいいにししてててるその何かを全部書き出してみてくだささいいい書き出すすすだだだけですいやだな、めんどくさいな、く思いますよねだって嫌な自分と向き合って嫌な自分に気づいちゃいますから誰かのせい何かのせい依存して自立できていない自分に気づいちゃうわけですから丸一日時間をとってしっかり自分と向き合って徹底的に書き出してほしいんですけれどもなかなかね、忙しぶってできない方いると思いますそういう場合には思いついた時にポチ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 ね携帯に箇条書きでいいので書き出していってみてください 書き出すすだけで,すでこういう動画を撮るとですね坂庭さん書き出した後はどうしたらいいんですかこういう質問をしてくる方がいますまず書き出せばいいんですよいやだって坂庭さん書き出した後はどうしたらいいんですか書き出したら眺めりゃいいじゃない書き出して眺めてどうするんですか書き出して眺めたら自分に問いかけりゃいいじゃない何で人のせいにしてたのかなこんだけ人のせいにしてたな何かのせいにしてたな何で人のせいにしてたんだろう自分に問いかけりゃいいじゃない坂庭さん問いかけ方が分かりません 言い方が分かりません問いかけるだけ問いかけりゃ気づくから何かにそうやって頭でごちゃごちゃ考えるのをやめましょうね本当にこじれる一方ですからでもここでは書き出すだけでいいですどうしてかっていうとまず自覚が大事なんですね僕は全く自覚がなかったんです社会人だし大人だし親だし経営者だしリーダーだし自分で責任取ってやってるよと自立してやってるよずっとそういう感覚でいたんですね自覚がなかったんですでも書き出したら全部誰かのせい何かのせい依存して 自立でできてなかったんですね例えば僕の場合43年間原因不明の慢性的な下痢でずっと悩んでいたので病院に行っても薬がないエビデンスがない先生が治してくれない医療のせいだ最後寝たきりで水も飲めなくなりました不景気で仕事がない縦割り行政が悪い自治体のせいだ政策のせいだ国のトップが悪い起業したものの不景気だからお金が稼げない売り上げ上がらないお客さんが買ってくれないお客さんが支払ってくれないお客さんのせいだ仕事がうまく回っていかないと スタッフののせせいいだ。だ。取引先のせいだそうやってビジネスパートナーが離れて音信不通になって最後スタッフが全員いなくなったんですね銀行はお金を貸してくれない税務署が支払いを待ってくれない業績はますます悪化して借金と負債3500万円背負いました自覚がなかったんですね全部誰かのせい何かのせいにして依存して自立できていないっていう自覚がなかったんです自分で解決する気がなかったんですね自立っていうのは自分で解決するっていうことです自分の力で全部人のせいにして 何かのせいにして誰かのせいにしてそうするうちに思う通りにいかない人生は自分でコントロールできないそういう感覚が強くなっていきますこれが閉塞感なんですね閉塞感を感じて死んだ方が楽だ死んだ方がマシだ自分なんて価値がないそうやって依存して他人のせいにして責任逃れをして自分で勝手に閉塞感を感じていただけだったんですねまず自覚をする自分で解決していくそうすることによってああ世の中コントロールしているな自分で自分の人生を管理しているなそういう感覚がだだんだんだん だんだん芽生えてきますこの感覚が大事なんですねまず自由イコール自立っていうことですそして自立できてない自分を自覚するために一旦すべて書き出してみる書き出すだけですよ書き出すだけまあ頭でごちゃごちゃ考えないうんこれは含まれるのかないやこういう場合はどうなんだろういちいち考えなくていいんですよ書き出すだけまず書き出してみてください思いつくところからでいいんでね箇条書きでいいのでそして書き出したら一通り眺めるそして自分に問いかけるああ全部人のせいにしてたな何かのせいにして なんでじゃあ人のせいにしてたんだろうそうやって自分に問いかけてみる問いかければ何かに気づきますからそれから最後に一つだけ僕の本や動画をいつも熱心にご覧いただいている方から時々質問やご相談をいただきますところが断片的な情報だけでいい加減なアドバイスできないので基本的には全て回答は控えさせていただいていますミスリード新たな刷り込みこういう危険があるからですくれぐれもねそれだけはご理解いただきたいなと思います今日の動画いかがでしたでしょうか少しでも参考になったなと思ったら是非チャンネル登録をして他の動画も ご覧ください僕の本を試し読みできるリンクをこの動画の備考欄に貼っておきますそちらもぜひチェックしてみてください自由イコール自立ですからね何から自立できていないのかまずは自覚することが大事なんです自分で自分の人生を管理して自分で自分の人生をコントロールしてこの閉塞感を打ち破って一緒に自由な生活を手に入れていきましょうぜひ徹底的に書き出して眺めて自分に問いかけてみてください脳の使い方を変えれば現実が変わる人生が変わるこういう情報をこれからも配信していきますこれでダメなら 諦めろ